あとね、最近ちょっと驚いたのが、私事なんですけども、去年のクリスマスかなんかの放送で、パンツマンさんが出て、芸人さんがいて、蒼井空さんがいてみたいなやつで、芸人さんがその、パンツマンっていう動画投稿者さんね。で、その動画投稿者さんをすげえいじって怒らせたっていう事件があって、で、それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いたんだよね。基本的にさ、動画投稿者ってさ、お客様なんですよ。プレミアム会員かどうか知らんけど、お金払ってさ、動画を上げてくれてさ、その動画を見に来る人がいて、成り立ってるサイトなわけじゃないですか。だから、そのお客さんを怒らせるようなことを、金を払って番組作ってるっていう、その、お前ら何考えてんのっていう、不快感を感じたことにびっくりしたんだよね。僕関係ないからさ、もう。ニコニコは。だから、あ、まだこういうところで不快感を感じるんだと思って、ちょっと驚いたんですよ。間違って動画投稿者さんに迷惑をかけました。不快になさせてしまいましたならいいのよ。お客さんを不快にさせる状況を金払って作ったっていう、その構造が、なんか、ええー、っていうのが気になったんです。だからその時になぜ不快感を感じるんだろうと思って、で、僕が思ったのが、僕ね、生主の悪口言う人限られてるんですよ。みどりちゃんとか、ねるさんとか、ひげさんと、主従探検隊と、あと、野田総理とか、多分ね、人数限られてるんですよ。あと、百花繚乱とか、ぐらいしか多分悪口僕言ってないんですよ、実は。多分。ボケた時のツッコミで、その、悪口的な表現をしてるのあると思うけど、純粋に悪口で言えたのって多分ね、それぐらいの人数しかいないんですよ。それ以外の人って多分、僕の中でどっかお客さんになっていて、んで、今名前を挙げた人は多分、なんだろうな。仲がいいわけではないんですよ。別に友達ではないので。なんだろうな。僕が言ったとしても、それが冗談であるというのを、理解してくれるであろうということが信じられる人ということなのかな？まあ、緑ちゃんに謝ってるね。